帰れソレントへ。留学生のイタリア人が大学がある期間中は週に2日ぐらいうちの犬を撫でに来る。来るようになってからかなりの年月が経っているので、もう学生じゃないかもしれないが、週2ペースで撫でに来ている。主に平日のランチタイム、ガレージにいる犬を撫でながら日本語とイタリア語でいろんなことを犬に話しかけ、時にはパグーンパグーン、とってもかわいいとか謎の歌を歌う。イタリア語の歌も時々他のイタリア人も一緒に来る。ガレージから帰れソレントへが聞こえたりする。湯沢屋の紙袋。会社帰りでのこと、電車を降りると反対方面の路線のホームに米軍の軍人さんが一人電車を待っていた。米軍基地のある町に住んでるけど、きっちり制服着てて、一目で、あ、兵隊さんだと分かるような人にはめったに見たことがなかった。珍しいな、ちょっと怖いけどやっぱ制服かっこええなと思いつつ、ふと視線を下げるとそこには湯沢屋の紙袋が一つ。がたいのいい米軍兵士、湯沢屋の意外なコラボに思わず顔見してしまった。その駅の駅前にはここら辺で一番大きい湯沢屋のビルがあるので、多分そこで買い物した帰りだったんだろうね。背後で固まっている怪しい日本人には気がつかず、軍人さんはその後すぐ来た電車に乗って去ってしまったが、一体何を買ったんだろう。ちなみに荷物はその紙袋だけだった。